この巣場。温泉なんてなかなか入れる機会がないので楽しみです。お二人とも本当にありがとうございます。地図によるともうじきなのですが、長く歩かせてしまい申し訳ございません。いいえ、気にしないでください。今回もお忍びなのですから。そういえば今回クレアは何も言わなかったのですか？用事があるとかで今日は来られなかったようですが。ララティーナが一緒ならと心よく送り出してくれました。心なしか声が震え、目は潤んでいましたが。それはきっといろいろと我慢しているのでしょう。まあクレア殿からアイリス様を託されたのだ。護衛としても気を抜かず行動しよう。気をつけるといえば、アルカンレティアはアクシズ教の総本山です。彼らはあの手この手で入信させようとしてきます。何か紙を差し出されても決してサインしてはいけませんよ。もしもの時は私が身代わりになります。どんな仕打ちにも耐え抜いてみせましょう。いろいろな人たちが歓迎してくれましたね。本当に危険なところなのですか？油断してはいけません。今までのは勧誘前の準備運動みたいなものですから。さあさあ、寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。温泉のお供にぜひこのアクシズ教団のもとを。こちらをお湯に溶かすと肩こり解消、疲労回復など様々な効果が。しかも美少女の。あれは入浴剤だろうか。セシリーが売っているというのがどうにも気になるが。疲労回復の効果があるなんて素敵です。クレアへのお土産に買ってみてもいいですか？やめておきなさい。きっとろくなことになりませんから。いやさっき美少女って言ったか。乗るしかないだろこの大波に。はーい、お買い上げありがとうございます。温泉旅行です。はー、いいお湯ですね。本当に体がとろけそうです。
クエストで疲れた体に染みますね。メグミンさんたちの冒険のお話聞かせてください。どんなクエストに行ったのですか？いつも通りのトラブル続きでした。アクアは泣きわめくし、ダクネスは敵に突っ込むし。あれはメグミンが先走って爆裂魔法を放ったからだろう。そのせいでモンスターたちが活発になって仕方なく。仕方なく突っ込んだにしては楽しそうでしたよね。楽しんでね。ララティーナったら顔が真っ赤ですよ。ちょっと湯あたりしただけです。ほら、アイリス様もお気をつけて。そうですね、確かに少し熱くなってきましたし、続きは一旦出てから。この声、何事だ？外から聞こえてきましたね。様子を見に行きましょう。アイリス、そんな姿のままで、せめて武器くらいは。なぜこんなところにスライムたちが。このプルプルに絡め取られたら。最初は体の自由が利かなくなり、そしていつしか私はすっぽりとスライムに包まれ。やめろ、それ以上は。ダクネス、今はそんな妄想している場合ではありません。武器を構えてください。何か事情を知ってそうではありますが、話は後です。行きますよ。このスバ